ズを取るビキニ姿の女性に審査員が点数をつけていきます。中国の天津で22日に開かれたのは55歳以上限定の水着コンテストなんです。地元の福祉協会が年を取ることに対してもっと前向きになってほしいとして3年前から始めたもので、今年は400人以上の男女がお気に入りの水着を身にまとい参加しました。我非常荣幸，我这把年纪了还能参加比基尼，对我来讲，精神上愉快，身体健康。この方は今大会最高齢の78歳。がんを克服し、毎年この大会に参加しているそうです。ちなみにこのコンテストには100個以上の賞が用意されていて、多くの参加者が表彰されました。